コアラって、はい、あ、そうだ、ここで謎が解けない。うん、かぶれるみたい。これの、ちっちゃい、ちっちゃい。あ、これ、白エビバーガー。県民賞で紹介された白エビバーガーがここにはあるけど、その県民賞見たことないかもしれない。スモーキーハイボール。320円。甘いか。ちょっと。あ、終わってるよ。白エビバーガー終わってるで。朝8時から朝ごはんやってるみたいで、白エビサンドって誰が。はい。じゃ、乾杯。いただきます。いただきます。富山旅行1日目、明日はまた小松の方に移動して車中泊2連泊ということで、疲れたのでさっさとお酒を飲んでご飯を食べてお風呂に入って寝たいと思います。お風呂近いからね。お風呂近いからね。ここ歩いて行けるんで、今日はカモンパーク新港に泊まってます。で、お風呂はね、歩いて 200m ぐらいのところにあるんで歩いていきたいと思います。すごいな、けどこれでも減った方やな。白エビチーズトースト。ただいま発券中での商品を選ぶ場合は天むす。塩欲しいところ。もう OK。何が？ここで車中泊するとなったら、ちょっと駐車場が空いてない可能性。冷たい。マジで。あ、もう冷めたよ。めちゃけえへんな。これが義経岩な。なんで？なんでよ。まもなく皆様をご案内いたします。これかボードに映ったら歌舞伎役者になれると。プロの室内管弦楽団オーケストラアンサンブル金沢の発信の拠点となる石川県立音楽団。現代アートによる賑わいを添え小松せせらいってらっしゃい。ホットモットの晩御飯でございます。なんかもたんたん
作るのがめんどくさくなり、温めるのもめんどくさくなり、今日はこれでね、のんびりとご飯食べて、あとは寝ましょう。お疲れ様でした。明日は最終日、またお会いいたしましょう。お会いいたしましょう。適切な指示ではありますね。急に怒られたから何もできない何回も経験してるからシミュレーションできるやつや。Without you, I never could have moved away.